東京都町田市。そんな一見華やかに見える街の中に、一つの問題を抱える家具がありました。そんなこの家具が抱える問題、それは こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまあ直してもらいたいっていうか、まあリメイクしてもらいたい、はいはいはい、あの家具が2点ほどちょっとありまして、はいはいはい、これね、これなんですけど、はい、これだ。これともう一つ向こうにあるんで、ちょっと今日はお二人に頼もうかなって。2つだ。わかりました。2つってことだ。あ、2つってことです。失礼なんですよ、はい、お名前を伺いしてもいいですか。あ、僕はあのね、デザインを主に、はい、マサルって言います。あ、マサル、プレゼントさん、マサルさん、はい、よろしくお願いします。直角です。直角さん、お願いします。あ、直角ってことは結構角張って家具とかが得意っていう。どうぞ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。いい棚ですね。うん、いい棚だね、本当は。あ、そうなんですよ。でもちょっとこう、はい、現代風じゃないから、うん、あ、なるほど、そぐわないから、ね、っていうのはちょっと見て思いましたね、はい、うん、結構あの、おばあちゃん世代の頃から使ってる。おばあちゃん世代、はい、おばあちゃんから引き継いだもの。おばあちゃんの世代が自分の、はい、そうです。あ、なるほど。いや、まあちょっと使い勝手はいいんですけど、うんうんうん、このなんか、部屋にそぐわないというか、ちょっと真っ白すぎて。あ、まあ、はいはい、ちょっと直してもらう、はい、直していきたいですね。なるほど、わかりました。今回ちょっと2人でやらせてもらうんで、はい、はい、まあなんかいい感じに、はい、オッケー、リメイクできたらな。オッケー、やっちゃおう。お願いします。本当ですか。よろしくお願いします。お願いします。ああ、なるほど。うん、結構まあどちらとも取れるね。そうだね、古いとも新しいとも取れる。そうだね。どうあるけど大事に使われてきたんだろうな、すごいな。まあ丁寧にだからその、うん、合わせていこうか。そうだね、うん、僕がどんどんデザインの星と。あ、そうだね。じゃあ、もっと、ね、俺はちょっとこう、動きだったりとか、うん、それ機能性。あ、そうだね、うん、ポケットちょっと持ってくるわ、うん、持ってくる。どこをどうしたいとか。これ、あ、なるほど、これ動くタイプだ。これ動くタイプ。なるほどね。これいる？これこれいらないんじゃないか、これ。直角さんのやりたいように。いや、機能性は任せるよ。あ、そんな、網がみたいな、それをするの。オッケーオッケー。ちょっとあれだよな、うん、白すぎないか。ガラッと変えようかな。ガラッと変えちゃう。白じゃなくて。ああ、いいんじゃない。ちょっとやっぱりその古風な感じがいいよ。古風な感じの方がやっぱちょっとこう木目みたいな。ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。感じにしようかな。オッケー、やっちゃおう。ああ、はいはい、うん、それ持ってきた。やっぱりそう、こういう感じにしたいよな。それ持ってきたか。白すぎるから。なるほどね。まずここから。ああ、はいはい、上面からちょっとこう木目にしておう。うん、そうだね。ヴィンテージだね。ちょっとこう、新品すぎちゃって、うん、ね、あの、やっぱ 目が痛いよな。うん、どの辺、どの辺がいい。あ、いいね。ここの家具に。いや、真ん中だ。真ん中にする。真ん中にいきます。あー、すごい。あー、いいいいいい。足りなかった。まあまあまあ、結構あると思っちゃった。まあまあまあ、しょうがない、ね、足りなかった。足りなかった。いや、まあ、僕はなんとかするよ。残念は、じゃあ、うん、ガラスでヴィンテージ感出すか。確かにな。うん、そうです。あ、いいんじゃない。これちょっとおばあちゃんちっぽく。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。しばらく。それで行こうぜ。うん、それで行こう。英語貼っちゃっていいの。うん、貼っちゃっていい。でも、ど真ん中だよね。ど真ん中でいいかな、直角さん。いや、いいんじゃないか、ちょっと。あ、助かる、助かる。どう、横水平がいいからね。やっぱど真ん中だから。ど真ん中いける。ここがいいよね、だから。そうだ。そしたら。くせ。そしたら。もうくせやん。あ、こういうタイプなんだね、うちで作ってんの。ちゃんと直角できる。ちゃんと直角いける。なんでちゃんと直角って。いや、ずれさ。してんだろ。ほら、ほら。こう、あ、そう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 。で、もうちょいしたら、もうちょいしたら。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。まあ、これこうだよね、だから。そうだったら。ああ、いい。こういうことなんだよね。だから、その、彼が求めてるのっていうのは、やっぱりその、おばあちゃんの温かみとか、そういう、実家の思い出、そういうのをね、やっぱ、いいやん。ずっとさせたいっていう気持ちが僕には伝わってきたんだよね。そう、いい。これで多分ね、もう、開かない。うん、全然開かない。開かない。こっちだけ開くっていう、あの、古いパターンだ。いいな、うん、これ開かない方がいいもん。開かない方がいい。ちょっと、あ、角。
危ないか。僕やろうか。おばあちゃん家にあるんだったらちょっとバリアフリーそうだねじゃないとダメだろ。そしたらおばあちゃん家にあるやつもあるか。そうだ、なんかこれか。これで多分ちょうどいい。白いしね。これで結構こうだね。だから、うん、そうだね。こうだね。そうそう。これここでいった。うん。あ、食べた。どうした。思ってるガス。うん。そうだね。はい。こういう感じだ。やろうね。あ、いいよ。カメラマンスも入っちゃって。うん。なるほどね。カメラマンも見ちゃって。いや、超えんだろ。超えない。遊び心。笑えるね、50年後に。ほんまや。危ねえよ。危ねえ。よし。じゃあ、たけるくん。目を開けてください。どうぞ。白すぎた棚は金をあしらった現代風のデザインにチェンジ。誰が見ても白すぎる棚の上部も匠の手にかかればスタイリッシュなデザインに様変わり。バリアフリーのマシュマロも忘れてはいけません。このスムーズに開いてしまう扉はあえて開かなくしてしまうことで緊張感を持たせました。そして何の模様もないサイドの白い部分はあえて何もしませんでした。もちろんこちらも同じくあえて何もしませんでした。いや、マジすごいだろ。いや、すごいですね。いや、すごいです。手塩にかけたの、はい、完全に。え、これ、こっちは開かない仕様ってことですか。開かないっていうか、開くことをしない。あー、なるほど。そうだね。っていうとこだな。追加。おー、追加。あー、楽しすぎずちゃった、はい、やっぱそうなんだ。あ、じゃあ分かってる。渡しちゃおうかな。はい、はい。いいね、笑顔。ありがとうございます。笑顔、いいね。ありがとうございます。いいね、いいね、笑顔だ。はい、おいおい、いいね。はい、こうやって楽しめるんだよね。あ、はい、なるほど。はい、これ、はい、はい、いいね。やったことない。いや、まあ、やったことない。いや、そんなことないですけど。次はこっちなんですけど。なるほどね、学習机だ。はい、なるほどね。まあ、ちょっとこっちもね、白すぎて勉強にも集中できる。なるほど、そういうこと。もう少しなんか色とりどりにしてもらってっていうと。これ娘さんの。いや、そうなんです。息子なんですよ。あ、息子の。はいはいはい。息子が白じゃかわいそうだよな。そうなんですよね。まあ、棚みたいな大成功形でいい。お願いしたいです。大成功形にしちゃうか、はい、もう結構湧いてきてます、イメージは。本当ですか。はい、ちなみにどういうのがいいかな。機能性とかそういうの教えてほしい。あ、うん、機能性も結構増やしてほしいですね。棚とかも足りないんで。ちょっと少ないよな、ね、子供の学習机にしては、はい、そうだね。見た目は OK。まあ、見た目なるべく派手の方がいいかなって。あ、派手がいいか。はい、分かった。暗すぎるよね。そうですね、うん、かつどこにでもあるよ、うん、そうです。かつ派手。 OKOK、はい、分かりました。いいんじゃない。早速やっていこうか。やっちゃうか。じゃあもうおのおの。そうだね。これな、うん、
これいらないな。確かにね、これいらないかもね。なんかその自分の見えないところに収納があることによって、だからここに増やせばいいし。なるほどなるほど。取っちまうか。あ、いいよ。取ろう取ろう取ろう。膝がその分そう広く使えるから。で、どこにこう、なんかあ、そこなんだみたいな。あとやっぱ子供って成長早いから、うん、ここにこれがあることによってどんどん足がね、でかくなってきちゃうし、なるべくやっぱ買い替えてほしくないじゃん。うん。おー、はいはいはい。こうだよな。あ、いいねいいねいいね。ほら、でこれ収納が増えました。あ、いいね、収納増えた、ね、1個収納増えました。結構大きい収納増えた。お、いいじゃんいいじゃん。まあここでもまあそうなんだ。うん、これは結構本当に匠業界でも広く使われてる接着剤で、うん、うん、そうだね。いいよっつって、これさえつけたらいいよっつって。こっちの方がね、ボーテン安定感。あ、いいじゃん、テトリスみたいで。うん、テトリス、テトリス大好きだからな。息子っすよ、女息子っすよ、ね、男テトリス大好きだからな。大好きだね。その衛生面で考えて、ちょっと、うん、あ、それは何、ちょっと消毒だけしとこうかな。あー、なるほどね。お、すごいセレブ。最高。そこはなんか埋めといた方がいい。埋めれる？埋める埋める。まあ助かるわ。助かるわ。うん、いいか。いや、埋めた方がいいよな、そこは。消毒だし。これで埋める？いや、でもそれは飛行よ。どうする？でも子供ってそう、カブトムシ大好きじゃん。そうだね。わざわざそのカゴとかいらないんだよ。いらないんだよ。ここで飼っちゃえばいいんだよ。ここで飼っちゃえばいいんだよね。まあ、こういうその、なんていうんだろう、非日常みたいな感じような、そうだね、自然がここにあるっていうことは。ほら、こうしたらもうほら、あー、いいじゃん、いいじゃん。そしたらこうしてんだ。そしたらこうしてんじゃん。めっちゃいいじゃん。できました。はいはい、目開けてもいいですか。どうぞ。うん、あの白すぎて勉強に集中できなかった学習机は、大胆に横に置くことで従来の学習机のイメージを大きく変える印象に。見えないところにしまうことになってしまう収納も、あえて横につけることで収納の可視化をすることに成功。不安定で暗い印象だった机の足は、横向きに置いて光を取り入れる匠の技で見事に大変身。そしてあの白すぎる机の上には、主張しすぎない派手な模様や電源も完備。子供が大好きな昆虫の家、ボールカウントだって忘れてはいません。もう勉強ができないなんて悩みはどこかに行ってしまったことでしょう。すごいですね、随分と。いや、もう劇的コンテガランドが作りました。劇的ビフォーアフター。これは劇的。これは何ですか。机。あ、机。学習机です。あ、学習机。ここはいつ。また後で見てもいいよ。あ、いいんですか。また来た。はい。また来た。あれだよね、仮面ライダー、龍騎のバイクみたいに乗り込んでもらえれば。あ、こういう感じで。ここで、ここね、勉強すると。そう、こっちもいいし、成長したらこっちいいから。あ、なるほど。二段階の。そういうことね。随分な。で、言われてました。あの、収納。はい、はいはい、を増やしました。収納、あー、なるほど。そうそう、うん、もう全部収納しました。このカウントはだからメッセージ、あ、常に自分は追い込まれてるんだ、常に追い込まれてる自分を鼓舞するように。あ、勉強というのは常に追い込まれることが大事なんで、はい、まあそれでやったって感じかな。非常に、あの、匠もいい出来だと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、価格の方でちょっと重ねていただきます。あ、そう、ちょっと高いみたいな。今回は一応1300万くらいで。1300万、300
1300円、2つやりました。1300万で、1200万、100万で、1200万、100万で、これ高いですね。匠なんで。チャンネル登録ボタンを。押せ！